添島道政添島道政は、明治、大正、昭和の家族、実業家、IOC 委員、白尺、白尺、添島種臣の三男として、東京に生まれる。イギリスケンブリッジ大学卒業。区内省に入り東宮自重や、指揮部官を務めた。実業家としては、京城日報社長、日英水田、早川電力役員等を務めた。 1918年7月から1925年7月まで貴族院議員。1940年に東京オリンピックを開催承知すべく1934年5月の IOC 総会で IOC 委員に選出。1935年に杉村洋太郎と共にローマでムッソリーニと会見し、ライバル都市であったローマの立候補撤回を交渉し、 翌1936年の招致決定に功績を挙げた。だが、その2年後、戦時体制の強化による1938年7月15日、1940年、東京オリンピック、札幌オリンピックの大会中止の閣議決定の中心的存在ともなってしまった。1936年8月から1947年5月の貴族院廃止まで、 再び貴族院議員を務めた。添島道正の娘の純子は小説家、志賀直哉の弟である、志賀直像と結婚した。添島道正の姉の貞子は、諸岡清順に課して、諸岡幸丸を生んだ。ありがとうございます。